兄弟コンビ前田前田の弟で、現在は俳優として活動している前田。大志郎が9日放送のメレンゲの気持ち。ち、日本テレビ系毎週土曜12時。に出演。番組の中で前田は今春、慶應義塾大学に入学したことを告白。現在の俳優業についても語ると、ネット上にはイケメン映画、地に成長しているなどの声が寄せられた。写真現在はイケメン系。大ボーイに、前田前田弟、前田大志郎子の春から慶應ボーイとなった前田だ。が、MC の久本雅美からあんた、だいな、勉強したん、と聞かれると、めちゃくちゃがん。はったと受験の3から4ヶ月前に俳優の仕事を休んで、勉強に集中した子、と明かした。さらに久本が慶應に憧れてたん、と尋ねると、前田はもちろん、慶應ボーイに多少の憧れはあると、本音をポロリ。続けて将来的にやりたい目標は、と質問された前田はもちろん役、ものはずっと続けていきたいんですけど、演劇教育をやりたいとしっかり語ると、久本らをうならせた。現在、NHK 大河ドラマ『間天』東京オリンピック話に出演し、水泳選手の小池玲三を演じている。前田、久本から撮影現場について聞かれた。前田は女の人が少なくて、男ばっかり、男子校みたいな感じでしたネタが多いと語ると、久本らレギュラー陣は爆笑。多くの先輩俳優と共演している前田は今、会の現場で感じたのは、何歳になっても男は下ネタ好きなん。嫌なって思いましたねと話し、タジオの笑いを誘った。さらに久本からどんな下ネタと聞かれた前田は照れ笑いを浮かべながらガチガチのエロい話です。と言い放つと、久本は NHK で何やってんのんと突っ込んだ。前田の成長ぶりにネット上には、イケメン慶應ボーイええ感じに、成長している前田大志郎、キュートすげえ面白くて可愛くて、なかなか好青年といった声が寄せられていた。